はい、今回の動画は iMovie でムービーの一部を拡大パーンする方法を解説をします。じゃあそれではね、まずはそのムービーの一部を拡大する方法で解説をしてみたいと思います。それではですね、まずはじゃあその拡大したいね、その先頭の位置ですね、この再生ヘッドの方を持ってきます。例えばじゃあこの辺からここのね、一部を拡大したいよっていう位置に持ってってもらって、ここで一度ねクリップの方を分割します。でさらにその拡大がね終了する位置に持ってってもらって、もう一度分割と。そうするとね、ここのね、拡大したい部分のですね、クリップがこう抜き出されますんで、こちらのクリップを選択した状態で、この上のですね、こちらのボタンですね、こちらのクロップというボタン、こちらをクリックします。そうすると、このね、下にですね、このスタイルっていう中に、このサイズを調整してクロップというところがありますんで、こちらをクリックします。はい、そして今これ分かりますかね、画面の右上のここのムービーのところがね、この白い枠線で囲われだと思います。まあ、ここでですね、このね、四隅のところにですね、持ってってもらうと、この四角形のね、大きさ調整できますんで、これでこの拡大したいね、大きさにこれを調整してください。はい、であとね、この中、この四角形の中でこうドラッグすると、この位置を調整することもできますんで、まあ、例えばじゃあ、こんな感じで OK でしたら、この右側のですね、このチェックボタンのところをクリックします。はい、これで確定されますんで、じゃあちょっとね、一度再生してみましょうかね。はい、まあ、こんな感じですね。ちょっと強調したいところね、一部分をここ拡大して表示させるということができましたということですね。はい、では次はですね、パーンのやり方の方を解説をします。で、このパーンというのが何かというとですね、その動画のムービーの中でですね、異なる2点間を移動する効果ですね。まあ、例えばですけど、まずはね、一番最初に左上のところに焦点を当てて、そこからこう右下の方にこう徐々にこう移動させていくといったような手法になりますので、まあ、これをね、iMovie で入れることもできますんでね、まあ、早速そのやり方を解説をします。じゃあ、それではね、パーンのまずはスタート位置のところですね、のところに再生ヘッドを持ってってもらって、そのところでですね、先ほどのね、拡大と一緒ですね、このクロップというボタン、こちらをクリックします。はい、そうするとね、このスタイルという中のこの一番右側のこのボタンですね、これがね、パーンの効果になりますんで、こちらをクリックします。はい、そうするとこの画面の右上のところのね、先ほどと同じような感じでこの白い枠線が入りました。で、先ほどとちょっと違うのは、一番外枠ね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、外枠が開始になっていて、中のこの点線が終了というね、枠になってますんで、これでまずは開始の位置、ね、パンの開始の位置をどこにするのかっていうのをね、先ほどの拡大なんかと一緒でこう調整します。このね、四隅でやってもらうと大きさを変えたりとか、あとね、中でドラッグするところで移動することもできます。で、まあ、これで開始の位置を決めて、今度は終了の位置ですね。これは中のこのね、点線のところでこうね、ドラッグしてこう決めてあげます。例えばじゃあ、まあ、わかりやすく右、左上から右下にしてみましょうかね。こんな感じ。まあ、これでパンのね、効果が決まったら、先ほどと一緒で右上のこのね、チェックボタンのところをクリックします。はい、まあ、これでちょっと動画再生してみましょうかね。まあ、左上からこう徐々にこう右下の方にですね、この焦点というかですね、これがあの映像の方が焦点が移動しているのがわかると思います。はい、まあ、こんな感じですね。で、まあ、今回のこのパンに関してはですね、特に動画の一部分をね、こう切り取ったりとかしてないので、まあその一番スタートから一番最後にかけてですね、左上から右下という形の効果を入れましたけども、まあ、先ほど拡大の時にやったような感じでですね、この一部分だけをこう抜き出してね、ここでパンさせるとかっていう効果もね、こう入れることができますんで、まあ、この辺は状況に合わせてですね、まあ、いろんな形で使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。